西岡郁美選手、井上春史選手をお招きしてのトークショーを始めさせていただきます。ぜひね、後ろから見てくださってる方も前の方までお越しください。それでは早速ご登場いただきましょう。北旦那選手、西岡郁美選手、井上春史選手です。皆さん大きな拍手でお迎えください。さあ、 X で見てくださった方もいらっしゃるかもしれませんが、見てくださいよ。さあ、ではまた自己紹介をしていただきましょうか。はい、北旦那選手。はい、あ、岩崎工務店の秘書やらせてもらってます、北旦那です。よろしくお願いします。いや、セクシー、色気プンプンっすね。さあ、西岡選手お願いします。はい、郁美設計コンサルタントの一応社長やらせてもらってます、西岡です。かっこいいですね。さっきよりめちゃくちゃかっこよくなりましたね。もうそれでいきましょう。さあ、そして井上選手。はい、岩崎工務店の事務員さんをやらさせてもらってます。よろしくお願いします。かわいらしいですね、事務員さんも。さあ、それではね、お座りください。これはね、写真撮影も可能となっておりますので、たくさんね、写真撮っていってください。大丈夫ですかね。お、足も組まれて、どうですか、チェック入ります。こうやったら大丈夫、こうやったら大丈夫です。さあ、大丈夫ということで、じゃあ写真もね、たくさん撮っていただきましょう。さあ、そんな岩崎工務店の3人に来ていただきましたけれども、はい、まず秘書さん、はい、中何か書いてるんですか、そちら。あ、そうなんですよ、全部カンペ書いてて。はい、カンペ、はい、社長からこれ言うてこいみたいなとか。じゃあ、それをいくつか言っていただいてもいいですか。あ、今日に限ってはないんです。あ、今日に限ってはない。今日はね、今日はまだないです。今日は、今日は社長から、社長欄からのびのびできますって言ってこいって。あ、それだけ言ってこいって言われたんですね。じゃあ、もうのびのびしていただきましょう。そして皆さん気になる西岡選手の足元ご覧ください。こちら、なんか他城で前トークショーやった時は、はい、私フェラガモのローファー履いてて、社長にめちゃくちゃ怒られたんですよ。そのなんか靴で、はい、仕事できるんかって言われたんで、ちょっともうスリッパス。それスリッパは仕事できるんですか。逆に、まあ、これもちょっと厳しいですかね。ですよね、動きづらそうですもんね。はい、それもこのスリッパ、裏にあったスリッパなんですよ。はい、勝手に履いてます。いやいやいや、これちょうどええわ言うて、ね、そう、めっちゃ楽やんと思ってよ。それでここにメイキーを、あ、これはなんか本当は、はい、こう肩に乗せて、なんか手乗りインコちゃんみたいにしたかったけど、なんか乗らなかったから、もうここに収納してる。ガムテープついてますもんね、下に。一応。あ、リップル？リップルは。リップルおったんかな。え、リップルちょっと今日不在でしたかね。ぬいぐるみが不在でしたね。ちょっとどっか行っちゃってた。ちょっと相棒もどっかに行っちゃってということで。はいはい、さあ、そして井上選手ですよ。この衣装を披露するのは初めてです。初めての衣装ですよ。はい、岩崎社長が準備してくださって、はい、初めて着ること、初めての衣装で。はい、ご用意されて、全員ご用意されてるんですか、岩崎選手から。いや、私だけなんか買うてくれんくって。あら、どうしたんですか。それ自分であつらえてこいって言われて自分で買いました。で、自分でどこで買われたんですか。え、ドンキです。ドンキホームですか。ドンキです。でも足元はもうしっかり、はい、靴は楽天です。靴は楽天。高いヒール楽天で買われたということで、はい、西岡選手の衣装も凝ってますよね。私ワークマンで社長が全部揃えてくれました。全部揃えてくださったんですか。はい、はい、刺繍もなんかちゃんとタオルまでなんか入っちゃってますね。すごいですね。その刺繍も誰かされたんですか、はいはい、元から入ってたんですか。いや、なんか岩崎社長がミシンでやってくれて、うん、ミシンで。ただなんかこのヘルメットの文字だけは最初間違って書かれて使ってたんですよ。このそう、ほんま未完成のミーやのに美しい方やって。あ、そうなんですね。そうずっと気になってたんですよ。そこは間違われたということで。そして井上選手、メガネもここに入れて、はいはい、可愛らしいですね。かけてみますか。かけてみます。かけてみますか。いや、可愛いですね。今シャッターチャンスですよ、皆さん。たくさん撮ってってくださいね。
なんかもう美人でセクシーをやっぱもう売り出されてるというか、秘書さんは。そう、そのコンセプトでいけって言われてます、ね、コンセプトでいけって言われてますか。いや、あの裸エプロンで料理してる設定になってます。裸エプロンでやめてください、はい、ちょっとさ、ね、それなんて言われてます。いや似合ってますよ。足組むのがもうもっともっとセクシー感を際立たせるというか。西岡選手はコンセプト的には。いや、まあなんか、うん、現場にちゃんと出てる社長の設定なんですけど、はいはい、けど一応その設定が、はい、なんかこの岩崎公務店、うんうん、お披露目の時に妹がフライング休み で、はい、でいなかったんですよ。あ、はいはい、なんでその妹の会社を買収してなんか新たに独立したみたいな感じだったんですけど、はい、けどそれ以降何の業績も上げてないので、いやいやいやなんか自己破産寸前。してないですよ自己破産、はい、けど自己破産政府に申請しようとした時に、はい、うん、ちょうどその社長を通して、はい、なんかイベントの会なんだろう、仕事とかもイベント、はい、仕事が入ってきたから、はい、今首の皮一枚でつながってます。首の皮一枚。いや、どんどんちょっと玉川のトークショーもね、はいはい、お3人プラス岩崎選手も込みで来てほしいところですけれども、はい、ちょっと井上選手は、はい、今おいくつでしたっけ。今21です。21でこの、はい、うしい、かわいらしいですね。いや、もうキミさんも、いや、もうやめてください。お父さんいらないんですよもう。井上選手でもまだ岩崎公務店入られてどれくらいですか。1年まだ経ってないです。まだ経ってないんですか。ね、うんうん、去年の2月、あれ去年の2月、今年の2月、今年の2月、今年の2月に入って、多分最初、うんうん、あ、そう、多分そうです。今年の2月で最初それ出られる時って緊張しました、はい、緊張しました。緊張しますよね。だって紹介もあれは北津選手が最初紹介されてましたもんね。可愛い登場しま す、ね、みたいなのを。でも私がこの過去を押し出した時、はい、した時38位やったもんな、うん、あ、うん、あ、そうです。そうやんな、はい、その時事務員さんちゃうかったんだ。あ、その時、はい、そうなんですね。事務員さんやけど、うん、事務員さんの格好じゃなく38位の格好や、はい、あー、助けかけてって感じでしたもんね。そうです。それで今日は事務員さんの格好初めてということで、はい、で、井上選手はその下の白いはい、T シャツというかシャツは、はい、昨日買われた。あ、そうです。ちょっと本当に初めて来たので、うん、まあ、北津さんと昨日全泊して一回着てみるかってなって、はい、着ようとしたら、はい、あれないってなって、はい、あれないってなって。いや、めっちゃ広い話がね、はい、どうしたんですか。一応公務店の服なって言ってて、はい、で、事務員さんの服岩崎社長から預かって私来たんですよ、はい、で、もうそれ持っていくなって言って、はい、うん、言ってたんですけど、なんか腕通すやつも持ってきてないし、メガネも持ってきてないし、靴もないし、井上選手の全部全部全部忘れちゃって、忘れちゃって、はい、いや、そういう可愛らしいところもね、いや、もう何しに来たんや、何しに来たんだ。ちゃんとしてくれるかなって。ちょっとクビになりそうです今。いや、もうそんなまだなんないですよ、はい、可愛いから大丈夫だと思いますよ。そんなお三方、お互いの印象ってどんな感じなんですか。まず北津選手から見てお二人の印象っていかがですか。最初で1組直近の女子の後輩やったんで、うん、あー、直近の後輩でやっぱ可愛い可愛いだったんですか。いや、もう、うん、めっちゃアホやけどめっちゃ可愛い、うん、そうなんですか。うんうん、天然な部分もあって、いや、もう嘘とか思うけど、あ、落下してしまいましたよこれも。うん、けど、うん、なんか何せ可愛い、なんせ可愛い。井上選手は、いや、もう偉い若い子出てきたな、偉い若い子出てきたな、めちゃくちゃ若い子出てきたな。すごい純粋そうな子やな、ね、本当純粋そうで活発そうな、ですよね、井上選手って、うん、動くの好きです。あ、動くの好きなんですか。動くの好きです。あ、そうなん。もうお姉さんのようにも妹を可愛がるようでしたね今のも。いや、なんかめっちゃしっかりしとんかなって最初思ったんですけど、喋、ってたらめちゃくちゃなんかね、いく以上にアホやって。わ、そうなんですか。めちゃくちゃ向けてるし、めちゃくちゃアホやし、
じゃあ大なり書くならこういう順でちょっと派手なんかね。いやなんか見てくれて得しとんなって。いやもうしてますよ。まあ確かにその男の選手、うん、徳島の男の人とかも、はい、なんだろう、我々多分男みたいな扱いを受けてた方なんですか。やけどやっぱ春日ちゃんとかは、はよもう帰りなよ、英検なみたいな、メロメロでしょ、みんな。そりゃ そうですよ。うちらよく言うような、いやいや、うちらそんな扱い一回も受けてないんですよ。北澤選手のセクシー大丈夫かみたいな、大丈夫かみたいな、大丈夫かみたいな、みんなそうやって声かけられるんですか。井上選手はそう声かけられてどう思うんですか。いやでも本当に声かけるのはないので、いやまた心配されるでしょう。さあ西岡選手から見てお二人はどんな印象ですか。え、もうなんかもう北澤さんに関してはもうなんか長年の付き合いすぎて、なんでしょう、もう10年前とかですけど、はい、初めて会った時、まあすごい、え、お姉さん、お姉さ さん優しいお姉さんで、しっかりしてる、はい、やっぱ多分一番しっかりしてるんで、この中だったら。されてますね。そらそうや。セクシー秘書ですからね、やっぱり。やったんで、まあ、すごい、まあ、助けられたっていうのは覚えてますけど、はるひちゃんは、やっぱりその、なんだろう、かわいいみたいな。はいはい。かわいいですもんね。今までにない感じ。じゃあ、これからも、もっともっと可愛がってっていう感じですかね。うん、そうですね。なんかされたら言ってきよみたいな感じにやっぱなっちゃう。お母さんの気持ちになる。可愛い妹になってるじゃないですか。なんか妹っていうよりなんかもう子供ぐらい、子供みたいな感覚になるか。確かにもう裏でもそんな感じしてましたもん。そしてですね、もうなんと締め切り5分前となりまして、最後にお三方から一人ずつ皆様ファンの方に向けて一言いただいていいですか。今後の活躍であったり、あ、はい、北澤選手からお願いします。やっと3ヶ月休み明けの復帰戦が入って、うん、とこなめなんですけど、仕事納め、はい、とりあえず頑張るんで、はい、応援してください。もちろんです。もう皆さん応援しましょう。ありがとうございます。西岡選手お願いします。私も来週から唐津が入ってるんですけど、はい、1月3日から実はこのメンバープラス、うん、岩崎社長の4人で琵琶湖が入ったんですよ、うん、また楽しそうな安全ですね。そうなんですよ。そうなんですよ。ちょっとそれはちょっとレースも注目ですね。はい、お願いします。では皆さんで見ましょう。さあ、それでは最後井上選手お願いします。はい、私も明日全県のナルトなんですけど、うん、明日全県、はい、久しぶりの地元なので頑張りたいと思います。そしていつも応援ありがとうございます。いや可愛らしい。いやありがとうございます。ということでもう締め切り4分前となりました。もっともっとねお話聞きたいんですけれども、もうここまでとなってしまいます。今日集まってくださった皆さんもありがとうございます。それでは北澤選手、西岡選手、井上選手、本当ありがとうございました。ありがとうございました。さあ大変失礼しました。締め切り3分前となりました。お買い漏れございませんように。たくさんお写真も撮れましたかね。それではありがとうございました。